生ファラーのデカチャンネル。デカチャンネル。デカちゃん。女性に歌ってほしい曲ランキング。よっしゃー。はいはいはい。カラオケ結構行くじゃないですか。はい。カラオケ好きです僕。まあ一緒にも結構行くし。はい。まあ女性とも行ったことありますか。まあありますよ。おう。その時やっぱ歌ってほしい曲歌ってもらう。俺は。でもそこまでお願いはできん。あそう、うん。俺は結構。ちょこれ歌ってとか言う。あ女性の皆さん、もし僕たちと言ったらこれ歌ってください。第3位。3位ね。いきます。僕はミーシャ愛の形。おお。椎名林檎の丸の内さん。ああいいな。はい。確かに好きな曲です僕の。すごいギリギリのライン。その、うん、ちょっとむず。生きって感じちゃう。ああわかる。なんかパリピとかも歌うイメージある。そう。で、なんか世界観あります、私、みたいな。わかるわかる。ちょっとわかる。あるから、まあ、手出せん人もいるかもしれんから、歌ったら。歌えるって聞いて、うん、歌えますよって言ったら、ちょっと歌ってって言って。はいはいはい、これ、ミーシャ、愛の形。愛の形ね。まず、歌が名曲、良すぎる。で、やっぱ、ちょっと高いから、男性は歌えへん。あでも、やっぱ女性の高い声で歌ってほしい。はいはいはい。ここにさしてほしい。さしてほしい。で、やっぱあれやな、ちょっと難易度高いよな。難易度高い、女性の歌。お願いするには。愛のミーシャ頼む、あの歌ってくれ頼む。でもなんかちょっと自信あるなってな。まあ確かにな。もしかしてこれ歌うまくないと結構無理やもん。だってほんま高いのでこう伸びみたいなのあるやん。 あれってめっちゃむずくない。確かに。あでもね俺椎名林檎、うん、東京事変、うん、なんか系でグッてきた、うん、その人いんねん。その女性で知ってんだよ俺お前の誰かに。そうやろ。お前が動画見せてくれたもんな。うますぎ。うまい、うん、ここで歌うタイプやんな。ここで歌うタイプ、むっちゃここやし、うん、しかもその時、うん、ちょっとバーみたいなところで、うん、カラオケある感じで、はいはいはい、でみんなで飲んでて、うん、横の卓に、うん、ウェーイみたいな。パリピ系がいるやんな。パリピ系やけど、うん、コンパの感じで、うん、ウェーイとか言って、うん、いろんな曲入れんねんけど、うん、ずっと変な可愛い歌とかしてるみたいな。はあはあ、エビちゃん持ってエビちゃんが、うん、ハート見たいなよって言って、うん、いやうまいからって言って、うん、ギブスお、あギブスいいな。ギブスを歌ってんけど、うん、その瞬間そこの集団がピタッてやんで、うますぎて聞き入ったんや。うますぎてもう静かにならざるを得へんかった。それがやってたのは何やったんやってなってしまってそれの次の日やったらなんか伝説の話みたいな感じで、伝説ほんま伝説聞いてくれ。昨日俺は飲みに行ってすごいとこ見たんですよ、こいつで語られて。でもいいか悪いか分からんけど、もうそれで帰っちゃってんの。あのいいんちゃう、うん、ハートに帰らすぐらいの帰らすぐらいの帰り力すごい、グッときた。いいね、うん、2位いきますか。2位ね。2位は結構歌ってほしい。歌えへん人結構おるかもしれない。あ、そう、ちょっと知らんすか。あー、マジで。そう、ちょっと間違えてた、ごめんなさい。これはこれです。いいな、これです。黒毛和牛大使い、これマジ歌ってほしい。これめっちゃええやろ、うん、でこれ女性しか歌えへんし。確かに。で女性の声で気持ち悪い。キモいね、男だったら。でも女性の声で聞きたいね俺は。まあ、確かにな。大好きやめてください。やめてください。えもうにゃ。だからこれは女性の声、女性のな声で聞きたい。え、何これ。これな、あいみょんの、うん、よくやねん。あいみょん、あいみょん、へぇ、唯一めっちゃ好きやねん。愛が何だとかやったと思う、曲名。愛が何だったとか、ただただただかもしれない、かもしれない。そう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 。ちょっとド忘れしてるから不安やけど、うん、これめっちゃ好き。同じぐらい好き。こっちの方が俺は、うん、あ、グッてくる、この。あ、俺はここ結構離れてる。ああ、だいぶ離れてる。もうだいぶ離れてる。愛の形から。ああ、愛の形よりもぐぐっと離れて。これ結構歌ってほしいね。だから、初めて行って、うん、こう、ぺって言ってへんのに入れられたら。お、マジとはなる。そんなならへんね。マジマジ。絶対これ入れられた。いいねいや、じゃあもう一発目の反応は、あ、マジいいねさ、いいねマジ。めっちゃ好きやねんやけど。一回、これマジ一回戸惑う。一回戸惑う。これいいわ。しかもこれあれもブラックジャックやからな。意外と意外と意外とブラックジャック。これ意外とブラックジャックや。え、1位と2位離れてる。俺ここちょっとまたグッと離れる。あーでも俺全部僅差かも。あーそう、うん。あー俺これです。これマジ古ない。古いとかね。これめっちゃええから。いや、いい曲やけど。甘色の髪の乙女。これマジ1位です僕の中では。甘色の髪の乙女ね。あー、島谷ひとみこれです。マジでなかなかおらんやろこれ入れる。これだから入れだからもうえとかじゃなくて
これ同世代で歌ってるのに。でこれ入れてきたら同世代とか、うん、下とかでも、うんうん、入れてきたら、おい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 、やるやん。マジでいい、マジでいい歌やな。あ、まあ、カブト？カブト。あ、カブトね。アイコのカブト。アイコのカブトね。まあ、カブトいいな。いい。確かに。アイコってめっちゃむずいねんな。わかる。その、うん、声も高いし、後半アレンジ聞かすから。確かに。でもそこめっちゃ好きやねん俺。歌田は入ってこへんかった。歌はファーストラブこの辺あります。ある。わ、俺もあんだよ。歌田はちょっといるよ、スラブ。いや、ほんま結構悩むねんけど、うん、まだ合ってないかな。え、歌ってくれた人？いや、これはいるよ。これは一応見たことある。誰と？あ、お願いして歌ってくれたもあるし。歌だと会ったことない。歌だと会ったことじゃない。どういうこと？どれ？今グッ、あのグッて上がってきた曲あるわ。えっとな、2回ほんまにあかん、ど忘れやばい。何？何系？お前も好きな曲。俺も？うん。桃江ちゃん。さよならの向こう側。向こう側。あー、いいな。あれだいぶ良くない？あれしかも俺バリ歌うやろ。バリ歌うけど俺は好きやから。正直俺は綺麗な女性に歌ってほしいと。あ、ヒゲ男性無理。いや、あれ男でもいいからいいね。じゃあだから歌うわ俺が。なもうそれを歌わすの俺が歌ったのかな、うん、あれはいいな、名曲やな。あれいい、マイク置いてな。あ、マイクまでやられたらちょっと冷めるけど。いいね、女性やったらこの3つやの。でもここ2個歌ってほしい俺は。今日渋いの。最近とかやったら刺さるとかじゃないけど、あと歌ってとかはあんで。ああ、もううまいし。うまいし。歌えるんやったら歌ってってこと。歌えるんやったらアドとか聞きたいけど。わかる。めっちゃ人選ぶやん。アド歌ってなんて無理やわが多いけど、ここってあ歌えんでやけど歌ったら刺さる。なるほどな。俺あとな、もうほぼ歌ってる人いいひんから書いてないけど、あの大塚のフレンジャーとか。泣きたい時にはあ歌われたらいいな。たまらんな。確かに大塚愛めっちゃいい、ね、大塚愛めっちゃいい、元気出るし。いや、パフィーとかな。スマイル、あ、パフィーいいな。パフィーとか歌われたらちょ、俺たまらん。確かに。もうなんかもう歌ってんの送ってくれませんよ。一旦ちょ、どうすかそれ。ここら、ここら、あの、撮ったやつをちょっと一回くださいよ、もう皆さん見てる人。ちょっと頼むわ。でもその辺は今歌えるな、歌える人多いかもと思う。確かに、まあ、僕らあの94年生まれなんで、まあ、ちょっと上とかの可能性もあるけど、こことかドンピシャやけどな。うん。あと、ほんまもう究極の難易度やけど、うん、岡田を追えのシリーズで、うん、その女の子がめっちゃラップ歌うやつ。あー、見た。あれ俺めっちゃ好きやねん。あれで女性が自分の歌い方、うん、女性やのに自分の歌い方でラップ完璧に歌うっていうやつ。たまらんねんな、あれ。興奮しちゃう。うん、でもさすがにできる人あの人しかおらへんから。お前いっぱい来んのちゃん、お前とかに。私ラップ歌えますって。あの、ウェイクアップピポーウェイクアップピポーめっちゃ来んのちゃん。ナメダルマとか。うわ、すごい、このギャップってなんねんの。これはやっぱ女性の歌が多いんかな、やっぱ歌女性の歌がまあ基本や。まあそうやんな。うん、でも俺そっちも好きや。まあ、分かるんで。だからあの楽園ベイベーとかって入れてくるみたいな感じやろ。渋すぎるやん。渋すぎるやん。銀杏ボーイズとか逆になんかいたりするけど。分かる分かる、うん、キッズっていんねん、結構入れてくる。キッズ、キッズは、うん、キッズは入れてくる。合ってる、キッズの使い方合ってんねん。まあ入れてくんねん、その系は。ちょっとぜひ皆さん、はい、我こそ歌えるぞって方聞かせてください、はい、ありがとうございました。デカチャンネルでした。デカちゃん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。